こ焼きです。た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 こ焼きです。よろしくお願いします。in 浜松、はい、いや舞台挨拶来ました。はい、2時間です。ジェンガ対決です。はい、倒してしまったらどうする。カメラに向かって大好きでいいんじゃない。いいね、うん、キャラでいいんじゃない。あ、いいね、うん、あ、じゃあロゼリアじゃんけんじゃんけんぽい。私からいく。あ、勝った人からいくんだよ。もちろん。じゃあいいや。だから1回目はね。嘘だろ、全体の方じゃない。え、マジで、これはいいの。嘘だ、嘘だ、嘘でしょ。そんなことある。そんな下からまた行ったね。ねえ、すごい下から行ったね。いや、真ん中行きたかったんだよ。じゃんけん、確かに。ロゼリアじゃんけん、じゃんけんぽい。最初はロゼリアじゃなかったっけ。おいえ。おいえ。そう、隙間産業だよね。そうだね。ちょっとバランスよくね。ね。いかないか。おー。おー、なんか緊張するね。緊張するね。あ、真ん中、真ん中。真ん中か。いや、新しいものそうだよ。え、もう全然動かないんだけど。あ、倒せ。ねえ、全然動かないんだけど。阿部口の大好き聞きたいの。阿部口の大好き。うるさい。こんなことになっちゃう。阿部口の大好き聞きたいの。もう思いっきり引っ張った。確かに、あこちゃんの大好き聞きたいの。これ取ったら確実にさよならだもんな。バランシングポジション。おや。そうなるよね。いやー。おや。いや、これやばいな。これ私が積むんじゃない？真ん中置かせていただく。いける？逆にこっち。あ、いけるわ。やばいやばい、回ってくる。うわすごい、だってこっち側に傾いてるもんね。なんかあの、重い人たちがさ。すいません。心臓に悪い。でも確かに私たち側の方は抜けやすいけど。いや無理、カメラ側が乗ってる、無理無理、ヒーター無理。え、わかんないよ。わかんないよ。お邪魔しておりますよ。何ですかこれは。これは、危機一髪です。
あー、危機一髪です。なるほど、この秘訣が危機一髪なんで、はい、助けなきゃいけないんです。なるほど、はい、ロゼリアらしいあの鉢巻きをしてますね、紫色で、うん、いいですね、いいですね、はい、ということで無事救出できた方、はい、まあ、はい、あのおめでとうっていうことで、はい、カメラに向かって、はい、大好きを披露してください。あ、なるほど、どっかで見たような感じで、はい、なるほどね、なるほどです。救出した人は大好きを言う、好きを言う、なるほど、わかりました。じゃあ勝った人が時計回りしますか。はい、ロゼリアじゃんけんじゃんけんぽい、あいこでしょ。あ、どうぞ。私が一発目でございます。はい、では刺します。一発目から救出もありえるってことね。ありえる、いきます。うわ、ちょっと動くちょっと動かった。カチッって言ってよ。あ、パラ行くのね。うん、時計回りだからね。アホです。オッケー。じゃあユッキーの隣にしよう。はいや、はややはり取れ高的なものがあるので行きましょう。大丈夫です、大丈夫です。じゃあユッキーです。変わらずね。はい、あ、ちょっと、ま、真後ろ行かせていただきます。うわー、ねえ、オーマイガー、え、もう一回やろう。大丈夫です、もうご当地お土産をゲットしてきるのは私ということで、うんうん、早く早く飛ばすまで刺しなさいよ。何ですかこの雪原は。何ですか。うわはい、こんなこと。これさ、一回目がさ、そういう風になるとかじゃなくて、え、でも多分変わってるよ。せーので刺さない。せーので、せーの、あ、ほら、すごい、大丈夫。じゃあ、じゃあみんなで行くのね。みんなでこんなことあります。大好き、大好き、はい、じゃあバンドリーマンさんに向けて、はい、バンドリーマーの皆さん、大好き。はい、どロゼリアのカバー楽曲でいきましょうかね。はい、じゃあライブスタート。スタート。すごーい。私昆布いってるよ。マジ？え、結構難しい。めっちゃ難しい。でも譜面楽しい。ね、うん、あ。私なんかカードを選択したつもりがエキスパートになってるかもしれない。めっちゃ難しいんだけど。本当にこれ。よく喋れてますね。いやもう無理。あ、やばい、私もう。それを登録するだけだったから超簡単にできました。うん、あ、終わった。できた。
て。やったー。よし、果たして我々は予選を通過できたんでしょうか。通過した。個人戦もね、あるね。そうだ。そうだ。すごい。じゃあ、この後は個人戦を頑張りますので、その前にあれね、舞台挨拶。頑張っていきたいと思いまーす。イエーイ。今日は劇場版バンドリーエピソードオブロゼリア2ソングアイアム舞台挨拶ツアー最終日です。最終日です。はい、ここはどこですか。はい、グランドシネマサンシャイン池袋です。はい、舞台挨拶ツアーの思い出を話したいと思います。そうね、ということで、まあのんちゃんは昨日の幕張、ね、うん、そして今回の池袋、大阪もみんなで行った。大阪も行きました。そうだ、うん、あとあれかな、新宿、うん、そうだ、新宿ですね、うん、なんかみんな、バンドリーバーのみんなはどこ行ってもね、温かかった、うん、それなの。素敵。あの、本当に、うん、バンドリーマーのみんなは全国にいたの。全国に、全国にいたね。いらっしゃるんですね。そう、嬉、ね、しい。そうなの。大阪まあね、うん、やっぱバタバタしてたからね、スケジュール的にも。でもなんか、食べたいもの食べれたなって。あれね。あれね。あれね。あれは面白かったね。すべてを、なんか、ちゃんと網羅できたんですよね。できた、できた。大阪グルメを。新宿は、うん、なんか、すごいラグジュアリーな空間でね、うん、こう映画を楽しめるスクリーンがあって、そこで舞台挨拶したんだけど、うんうんうん、我々はね、控室がそこのなんかロビーみたいな、そう、プレミアムシートみたいなね、そうそうそう、の方々が待機するロビーの楽屋にしていただいてたんだけど、うん、すごかったね。お酒の瓶がね、飾ってあったね。飾ってあった。ゴージャスだったね。うん、あとさ、やっぱあれじゃない？これじゃない？キュッキュッキュッ、わー、あー、なになに、あれ、私もこれ6回ぐらい合ってる。え、めっちゃ飲んでるじゃん。飲みたかったんです。すごい、あー、愛媛ね。そう、都市伝説の、そうそう、みかん蛇口は本物だった。みかんジュースが出る蛇口があるっていうので、そうそうそう、ねえ、どうでした？美味しかった。そう、金沢の駅前鼓門って知ってる？うん、なんか駅出てこう振り向くと、おっきいなんか木の組んだ門みたいなのが、ね、夜だったから、うん、あ、見られないかもねって、タクシーでまた駅に帰る時も反対側かなーなんて言ってたら、運転手さんが、うん、いや見えますよ、そう、もう今ですよ、ね、ってなって、急いで写真撮った。くだりた、だって私、私が、そっちが、そっか、めっちゃ綺麗に撮れた。そう、そんな現象いっぱいあったよね。愛媛の松山城もそれで工藤春が撮ってくれた。あ、そうなんだ。そう、オッケー牧場っていうポスターも工藤春が撮ってくれた。オッケー牧場ってよく目口言ってるじゃん、うん、ね、でもさ、なんか最近の人誰も言ってなくないってなって、そしたらそのポスターを見つけて、あ、本物じゃんって。あ、浜松の、うん、爽やか行きたかったね、ハンバーグね。もうなんかやっぱり地元でも並ぶってねえ、うん、でテイクアウトとかもやってなくて、うんうんうん、こうお店行かないと食べれないっていうので。そうなんだ、そう、やっぱりどの場所も、うん、やっぱり観光とかはできないから、うん、ご当地のもの食べたいねって言っててもなかなかそれは叶わなかったりしたから、うん、ね、今度は5人で、確かに、そうですね、美味しいものを食べに、うん、もちろんバンドリーマーのみんなに会いに、うん、行きたいよね、行きたい、うん、いや牛タン食べたいね、食べたい、みんなで食べたい、あー、あと食べたもんね、言われた、あと食べたもんね。これから舞台挨拶、ね、我々トーク行ってきます、うん、ね、まあ、いよいよ一旦最後ってことでね、そうでもさ、分かんないじゃん、このエピソード3、4、5、6、7、8ってあるかもしれない。そうよ、海外セレブがさ、あのすごい大好きになってくれたさ、もう全世界上映で飛び回らなくならないかもしれないし、そうですね、そうで、なんかその前日談みたいな、もうお父さんの話みたいな、あるかもしれない、本当に
ね、それガルパのストーリーもまだまだいいのいっぱいある。映画化されるかもしれないし。そうかもしれない。ね、そうそう。わからないですよね。そう。実は膨らむ。ソングアイアムの舞台挨拶は、まあ、今日で一旦終わりですけれども、はい、まあ、これからの、ね、展開に期待ということで、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。